年内弘明は、兵庫県天ヶ崎市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。羽田エキスパートエージェンシーとエージェント契約を結んでいる。天ヶ崎市立大園の小学校3年時から、稲川エンジェルスで、軟式野球を始めると、中学生時代には、ボーイズリーグの宝塚ボーイズに所属した。オリックスブルーウェーブの打撃投手時代に一郎の、 練習パートナーとして知られた当時の宝塚ボーイズ監督奥村浩二の勧めで中学卒業後は福島県の商工学院高校へ進学1年生だった2009年の秋からベンチ登録を果たしたものの対外試合の当番では打たれ出すと止まらなくなる傾向が見られた2010年には2年への新級当初まで4番手5番手の投手として扱われていたが 6月にスプリットの投げ方を身につけたことから状況が好転。夏の選手権福島大会直前に先輩投手が故障したこともあってエースの座を確保するとチームを選手権全国大会出場に導いた。全国大会では春の第82回選抜高等学校野球大会で準決勝まで進んだ高陵高校と初戦で対戦。 有原公平との投げ合いを制して1から0で完封勝利を挙げると3回戦でも理性者高に勝利した。準々決勝で島袋洋進むを要する江南高校に3から10で敗れたものの後に江南高校がこの大会で沖縄県制発の春夏連覇を達成したことから昭工学院も都市内も注目されるようになった。2011年には 3年へ進級する直前の3月11日に発災した東日本大震災で伊達市内にある商工学院高校のグラウンドや寮が被災した。都市内も一旦実家へ帰省したが、発災のおよそ2週間後に野球部の練習が再開されると、練習と並行しながら他の部員と共にボランティアで支援物資の運搬などに携わった。 夏の選手権全国大会に福島代表で出場すると日南学園高校との1回戦を延長10回の末に5から4で勝利した。金沢高校との2回戦で鎌田義直と投げ合った末に2から4で敗れたため被災地の思いを背負うと言ってきました。チームのみんなにも福島の人にも申し訳ないですと涙ながらに語って甲子園を後にしたが 二試合を通じて奪った三振は30個にまで達した。ちなみに野球部の一学年後輩には岡野雄一郎がいて都市内の同部引退後にエースナンバーを引き継いでいる。2011年8月28日から開催の第9回トリプルウェイアジア野球選手権大会に日本代表の一員として出場するとこの年の NPB ドラフト会議で 地元球団の阪神タイガースから二巡目で指名。契約金6000万円、年俸720万円という条件で入団した。入団当初の背番号は26。夏の選手権全国大会の常連校に数えられている、昭光学院高校の出身者では、初めてのプロ野球選手でもあった。阪神時代2012年、ウエスタンリーグの公式戦で、 8月末までに4勝2敗、防御率2.32という好成績を記録。9月2日の対広島東洋カープ戦で、先発投手として1軍デビューを果たした。9月13日の2軍練習中に腰痛を発症。当初予定していた9月17日の横浜 DNA ベイスターズ戦の先発登板を回避、したばかりか。 一軍への最小格を果たせないままシーズンを終えた。シーズン終了後の11月には、周期キャンプへの参加を予定していたが、体調不良を理由に参加メンバーから外れている。2013年、春期キャンプからの二軍調整を経て、4月7日にシーズン初の出場選手登録。救援要員として5試合に登板したが、 被安打4本のうち3本が本塁打で5失点を喫するなど制裁を書いた。4月24日に登録を抹消されると、そのままシーズンを終えた。なお、6月には1年先輩の投手、岩本明と共にミニキャンプでの調整に専念。ウエスタンリーグの公式戦では、12試合に登板したが、2勝3敗、防御率4.87という成績にとどまった。 2014年、春季キャンプを一軍選手主体の沖縄組で迎えた後に、3月21日のウエスタンリーグ公式戦でオリックスバファローズを相手に開幕投手を務めると、4月10日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で一軍公式戦2年ぶりの先発を経験。7月30日の対東京ヤクルトスワローズ戦では2点ビハインドの4回表虫満塁から、 救援で登板したところ、2つの三振を奪うなど、無失点でピンチをしのいだ。さらに、交代後に、チームが逆転したことから、一軍での初勝利を挙げた。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦13試合に登板。さらに、レギュラーシーズンを2位で終えた一軍が、クライマックスシリーズを突破したことから、日本シリーズへの出場資格を得た。 福岡ソフトバンクホークスとの対戦になった日本シリーズでは第3戦に唯一登板7回裏からの9円登板で2イニングを無失点に抑えたシーズン終了後の11月11日に甲子園で開かれた日本プロ野球80周年記念試合でも阪神巨人連合チームの投手として7回表に登板している2015年 2年続けて、春季キャンプで、沖縄組のメンバーに選ばれたが、キャンプ中に右肩を痛めてからは二軍で調整。結局、シーズン初の出場選手登録は、6月14日にまで、持ち越された。8月19日の対読売ジャイアンツ戦5回裏には、脳みやつし、都市内、山本翔也による系統で、球団史上ワーストの公式戦1イニング12。 失点を記録。先頭打者、長野久吉からの4連打を含む6被安打で6、失点の脳みに代わって登板した年内は、1被安打、2よし9、3失点という内容で、1死も取れないまま山本への交代を命じられた。もっとも、レギュラーシーズン全体では、オール救援ながら1軍公式戦で、自己最多の29試合に登板。 試合序盤からのロングリリーフや、ビハインドの場面からの登板を中心に好投を続けた結果、一勝一敗にホールド、防御率2.62という成績を残した。一軍のレギュラーシーズン3位で迎えた、クライマックスシリーズでは、巨人とのファーストステージ第3戦6回裏一試から、9円でシリーズ初登板。1回3分の2を無失点に抑えて、 福原忍に後を託したが、チームはこの試合で、ステージ敗退が決まった。2016年、3年連続で、春季キャンプを、沖縄組で過ごした後に、プロ入り後初めて、公式戦の開幕を一軍で迎えた。開幕後は、オール9円で9試合に登板。2ホールド、防御率3.00を記録したが、 4月28日の出場選手登録抹消を境に一軍から遠ざかった。シーズン終了後にはメキシコで開かれた第1回 WBSCU-23 ワールドカップに日本代表の一員として参加。休援で登板した4試合をいずれも無失点でしのぐ、などの口頭でチームの優勝に貢献した。2017年シーズンを通じて 右肩の違和感に悩まされたことから、一軍公式戦への登板機会がなく、ウエスタンリーグの公式戦でも2試合の登板に、とどまった。フェニックスリーグへの参加も見送ったため、シーズン終了後の11月16日には、右肩のリハビリに専念する目的で、育成選手契約へ移行することが、球団から発表された。移行後の背番号は126。 2018年、ウエスタンリーグ公式戦で17試合に登板。7月30日には、支配下選手契約へ、再び移行するとともに、背番号を126から97に変更した。2019年、ウエスタンリーグ公式戦で34試合に登板したほか、4月20日には3シーズンぶりの出場選手登録を果たした。しかし、 一軍公式戦へ登板する機会のないまま、チーム事情との兼ね合いで、同月22日に登録を抹消。前述したように故障が相次いでいたことも背景に、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。阪神からは戦力外通告の際に、 球団職員への転身を打診されていたが、個人した上で、羽田エキスパートエージェンシーとエージェント契約を締結。奥村や松中信彦が部屋と同様の契約を結んでいることを背景に、NPB た球団での現役続行に向けて再スタートを切った。11月12日には、大阪市で新京スタジアムで、開催の12球団合同トライアウトに参加。 シートバッティング形式の対戦で、打者3人を相手に、1奪三振1飛安打という結果を残した。その一方で、トライアウトの後には、台湾で開催されるアジアウィンターリーグへ単身で、参加。2020年シーズンから、中華職業棒玉大連盟への再加盟を、予定しているアジゼンドラゴンズとの間で、リーグ戦期間限定のスポット契約を結ぶと、3試合の、 先発登板で一勝を挙げた。ロアットビーの終了後には、2020年も CPBL でプレーを続ける意向を示す一方で、日本国内の独立リーグに加盟する複数の球団から入団を打診された。2019年12月26日に、香川オリーブガイナーズが都市内の入団を発表した。NPB への復帰を視野に入れた契約で、背番号は11。 ゼネラルマネージャー喧騒監督の松中から NPB 復帰への全面的なサポートを約束されたことに加えて同リーグの活動範囲が地元の関西地方に近く NPB 球団の編成部員による視察の機会も多いことが入団への決め手になった2020年6月20日に徳島インディゴソックスとの 開幕戦へ先発すると、ンダさんの11奪三振で、完封勝利を挙げた。その後のリーグ戦でも、右肩の状態が上向いていることを踏まえて、先発投手に起用。8月末までに9試合の登板で、3完封を含む5勝0敗、防御率0.42、76奪三振を記録した。この年は、年頭から、 新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で NPB も四国アイランドリーグプラスもシーズンの開幕を当初の予定から大幅に延期。NPB では開幕をおよそ3ヶ月延期したことに伴って加盟球団がレギュラーシーズン中に選手と新たに入団契約を締結できる期限を例年の7月31日から9月30日に変更している。 そのような特例の下で、都市内が別格の成績を残していたことから、NPB のレギュラーシーズン中に、投手陣の強化を目論む複数の球団が、編成部員を都市内の視察へ派遣するようになった。実際には、四国アイランドリーグプラスシーズン中の9月上旬に、ヤクルトへ移籍したが、香川を退団するまでに、同リーグのシーズン最終規定投球回へ到達。 さらに、対談後に、同リーグの最終規定投球回を満たした投手が、全員年打ちを下回る防御率でシーズンを終えたため、リーグ最優秀防御率のタイトルを、ヤクルト移籍後に獲得している。同リーグのシーズン中に、NPB の球団へ移籍した選手が最優秀、防御率のタイトルを獲得した事例は、2016年のガブリエル・ガルシア以来二人目である。 2020年9月6日に東京ヤクルトスワローズが都市内との間で入団契約を結んだことを発表した。香川時代に続いて先発投手としての起用を見込んだ契約で背番号は91、年俸は600万円。翌7日に NPB から新規支配下登録選手として公示されたことによって NPB への復帰が正式に決まった。復帰後は 9日のイースタンリーグ公式戦での先発を経て16日の対 DNA 戦で先発投手として一軍公式戦へ4シーズンぶりに登板24日の対中日ドラゴンズ戦ではこの年に東芝から中日に入団した岡野との先発対決が実現したものの2回1、3を5失点という内容で復帰後初黒星を喫したしかし 10月1日の対 DNA 戦では、先発で7回無失点と好投。NPB での一軍公式戦としては、阪神時代の対 DNA 戦における、救援当番以来1829日ぶり、先発当番では、阪神時代を含めても、初めての勝利を挙げた。結局、復帰後は、オール先発で一軍公式戦7試合に当番。白星は、 上記の一生だけにとどまったものの、シーズン終了後の12月3日に、推定年俸800万円という条件で契約を公開した。翌4日に、背番号を62へ変更することを発表。2021年、春季キャンプを一軍で迎えたが、本人曰く、肩に加えて、腰や足のコンディションも良くなかったとのことで、オープン戦からは二軍生活に終始。 イースタンリーグ公式戦では6試合の登板で1勝2敗、防御率6.06を記録したのみで、シーズン中盤からはリハビリに専念していたが、体の限界を感じるようになったという。10月6日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。 2022年1月1日付で、古巣の阪神タイガースに、球団職員として復帰。事業本部の振興部員として、道部が運営する、タイガースアカデミーベースボールスクール天笠崎校の、コーチを務める。小光学院高校時代に身につけた、スプリットフィンガードファストボールが代名詞で、ストレートとのコンビネーションによって、三振を奪う。 2020年時点でのストレートの球速は最速時速 148km、平均時速 144km で2017年に右肩を故障するまでは最速時速 150km を記録していた。その他にシュート、スライダー、カーブを投げる。フィールディングにも定評があるが SFF についてはフォークボールと称している。 2020年の9月に年内を獲得したヤクルトの小川敦志 GM は GM 就任前の阪神戦でチームが都市内と大戦した時から都市内に良いイメージを持っていたというそのイメージに加えて都市内が独立リーグながら香川への在籍中に別格の成績を残していたことから先発として評価できるとして獲得に至った 例年なら7月いっぱいで補強が終わるはずだが、肩の状態を見極めるという意味で、都市内に、運のようなものがあるのかなと勝手に思っている。これが一つの縁になって、結果が出れば、彼にとっても球団にとっても良いこととも述べている。主に中継ぎで登板していた阪神時代には、コントロールが課題とされていた。 本人がヤクルトへの入団直後に語ったところによれば、右肩の痛みが癒えた香川時代に先発ローテーションの一員として中6日のペースで登板を重ねるにつれて、コントロールが改善されたという。さらに、阪神時代には、練習や試合で年に数回だけ見投げしていたシュートや、スライダーの精度が、試合で投げても良いレベルにまで向上したとのことである。 阪神への入団記者会見では、宝塚ボーイズの先輩である田中正宏を目標の投手に挙げている。商工学院高校在学中に知り合った女性との結婚を阪神入団3年目の2014年3月28日に発表。同年4月10日には妻が長女を出産した。年打ち自身は長女の誕生当日に DNA とのナイトゲームで先発。4回まで投げて3失点で交代したが、チームは6から5でさよなら勝利を収めた。実枚の市内サイモンは、富士テレビの社員で、中学生時代までは、ソフトボールの選手として活動していた。進学先の高校に、ソフトボール部がなかったため、男子部員ばかりの公式野球部で実刑の広脇に、 続いて野球への道を志そうとしたが、男子選手が出場する試合に、女子選手への参加を認めない規定が存在することから、入部を断念。高校時代の3年間は空手、大学への進学後は、ダンスに励んでいたという。2019年に富士テレビへ入社してからは、2020年、東京オリンピック関連の取材を志していることを、背景に、 スポーツ中継や S パークの制作へ従事。2020年8月に同番組で放送されたもう一つの2020夏僕らの甲子園。ないの企画でテレビディレクターとしてのデビューを果たした。ヤクルトへの入団記者会見では同じセントラルリーグへ加盟する古巣の阪神球団について2017年に故障してからおよそ3年間。 一軍で登板する機会がなくても、回復を待ってくれた。その期間があったから、香川で投げることができた。あそこで待っていてくれなかったら、あのまま野球ができない状態だったんじゃないかなと思うと、10回。阪神戦で投げたい気持ちが強いので、対戦を楽しみにしているとのコメントも残した。この会見から約1ヶ月後の2020年10月16日に、n p b 復帰。 ヤクルト入団後初めて、阪神打線と甲子園球場で対戦。4回1、3を投げたものの、8飛安打に失点という内容で黒星を喫した。もっとも、同球場での一軍マウンドが、阪神時代の2016年4月27日の対、巨人戦以来1633日ぶりであった、ことから、先発のマウンドへ向かう前も、交代を命じられた後も、 阪神ファンから温かい拍手を送られていた NPB ありがとうございます。